私いいですか。私も音声大丈夫そうですかね。はい、皆さんこんにちは。つながるサロンの発足ライブを今日はしたいなというふうに思っております。国友主家です。そして今日はゲストにネオスタさんと未来あかりさんをお招きしておりますが、実はこのお二人も発起人ということで、今日はどういう出会いがあってこのサロンをスタートすることになったかということを皆さんにぜひお話しさせていただいて思っております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。わーい。なんか本当にもう全国回られていて、もうお忙しいお二人を捕まえてですね、今日はもう発足が先になってしまいましたが、7月の7日七夕の日にもう実はこのつながるサロンというのが発足しております。で、もともと私は気学というようなものをね、もう15年オンラインでお伝えしているんですけれども、もう最初の時からもう主家塾というような感じで、もう学び合っているみんながこう横のつながりを大事にするっていうようなことでやってきているんですけれども、いろいろとこう活動の範囲も広がっていって、今改めて見た時にとってもね、運勢とかも大事だし、運が良くなるとかっていうことで開運情報もお伝えしているけれども、運は本当にもう一時のもので、運の身につけ方とか引き寄せ方なんていうのは一回もマスターすればね、もう誰でももうそういうことはできるんですけど、もうご縁というのはもう一生ものだということで、やっぱり自分につながることと、そしてその自分のありのままの自分が、その自分としていられるこの世界を作っていくにあたっては、やっぱりこう周りにいる方たちとの共同創造、共存共栄っていうところがあるかなと思うので、そんなところでちょっとねお話しした時に、あ、それぜひ一緒にっていうような感じでこの、つながるサロンの方を立ち上げてくださったお二人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、多分ご覧になっていただいている方は、そもそもなぜこの3人なのっていうところがまずあると思いますのでね。はい、まず私とあかりさんの出会いの方からちょっとねお話をさせていただきたいと思います。そもそもあかりさんと私が出会ったのは7年、はい、7年ぐらい前かな。そうですね。なんか私たち当時はあかりさんはタイ式の、タイマッサージを自宅サロンとしてやってたんですよね。岐阜にお住まいですごく素敵な、はい、あれ何角形なんですかね、あの家自体は。L 字型だったかな。V だね。なんか V でしたね。なんかすごい六芒星なのか、なんか上から見ると不思議な形して。そうですね。不思議な形でしたね。ね、すごい素敵なサロンをやっていらっしゃって、それで私もニュースキャンというこの波動で体を調整するって、それぞれの臓器にねそれぞれの周波数があるので、ロシアの機械を用いてこう施術するっていうことで、両方ともなんかこの体に関するお仕事をしていたんですよね。で、なんか健康サロン、健康セミナーみたいなので超能生態っていうのが当時あって、でそれもまた怪しいんですけど、ソマチソマチットっていうのがあると。でソマチットにお願いをして元素転換するとガンでも治っちゃう、これでね、パチンと。今私もよくこれはまだ使ってるんですけど、ここからがスタートなんですよね。そうなんですよ。だからなんかこれもつながる一つだったんですよね、なんか筋肉反射とかとは違って、自分でその機械とかで判断するんじゃなくて、自分の体が知ってるからっていう風で、自分の体を使って、そして体のね不調のところをこう探し出すっていう方法があるんですよね。そうなんです。で、それをやってる師匠がいて、でその師匠が中野さんっていう、またこれも中野さん自体もすごい不治の病だったのが奇跡的に助かったということで、そういうなんか人との共同のセミナーかなんかの会場でお会いしたってやったんですよね。いう風でした。で、その後私がなんかね、お誘いして、先に生徒さんだったんですよね。そうなんです。もうそこで門下生になっていて弟子になっていたので、岐阜の方のサロンであかりさんどうですかということで、あかりさんが施術にいらっしゃったっていうことでしたね。はい。そしたらあかりさんはもうすぐに施術者の方としてね、学びますという感じになられたんでしたよね。そうなんです。ここからですよね。いろいろと一緒にいろいろ活動というか、してました。ね、だから
されて、その活動をしていて、そしてまああのサロンでも、あの私多分あかりさんのサロンで、もういろいろな健康に関するようなイベント、アロマであったりとか、そうですそうです、ね、あと、うん、なんだっけ当時いろいろとなんか主催されてましたよね。なので今野草虫とかね、野草虫、そうですそうです、あの今もう美容スチームで多分もう芸能人の方たちも御用達のことになってますよね、うん、なので子宮にいいよとかっていうことだったりとか、うんうんうん、それからもう菌に関すること、しわさかさんであったりとか玄米酵母であったりとか、そうでした、いろいろなんかその見えない見えない世界をやるので、うん、見えない菌たちとのつながりっていうことで、その菌活であったり、まあ、腸の生態自体が腸を良くして脳を活性化するっていうところがあったので、なんかすっごいもう勉強しましたよね、あの頃はね。あの頃はね、まあ、頭がパンクしそうなぐらいね。ぐらいにも。でも、シカさんのその脳はどうなってるのかっていうぐらいね、もうシカさんは本当に頭のいい方で、もう師匠もね、この人はもう東大でなぐらいな脳を持ってるっていうね、もう本当にすごい方で、シカさんについていくのが必死でした。いや、そんなことないです。まあ、その面、私はなんか左脳的なところがあるんですけど、あかりさんの場合はその当時から、なんか、あれ見えないものが見えるのかしらっていうぐらい直感力というかね、そういうところがすごくやっぱりあったの で最終的にその師匠がお亡くなりに、ね、なったりするので、うん、まあそこはもう今はないんですけれども、うん、あのその最後のぐらいからもうあかりさんはもうあかりさんのうちに宇宙人がやってきたっていうふうに言われてたんですよ、あの当時そうで、うん、なんか私もまあイタリアのね、そういうダマヌールとかに行ったりとかっていうふうにしだして、うんうん、なんかもう日本とかこの家庭とかだけに収まらず、多分2人してまたちょっと違う道かもしれないけれども、うん、結構あのなんていうのかな、もう世界平和じゃないけれども、いろいろとどん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 こうね、あのこの時代だけにとどまらず、この日本がどうなっていくのかとか、宇宙全体がとかっていうぐらいにまでそこから広がってしまって、だから金みたいな目に見えないところからもうすごい大きな世界までっていうのをやるようになったので、なんかそうですよ、お互いがお互いの道をこう進んでてたって感じですよね。そうなんです、だから私はもう婚約してたのに、あの婚約を破棄、うん、あそうだったそんな話がね、そうなんかね、オーストラリアに行き来してて婚約者がオーストラリアにいてね、そうそうだったね、あったんだけど、なんか、うん、いやもう自分の家庭だけの幸せって何それみたいな感じになっちゃってたし、うん、であかりさんもその後離婚されて、そうなんですよ、岐阜を離れちゃうし、そうなんですよ、気がついたら離れたんですよ何も言わずに出てったんで、私そう本当になんか高度性の人はね、なんかね何も言わずにどっか行っちゃうので、家で周りがね、どうなって引っ越しばっかりしてます私、はい、本当にそうやって言われてるんですけど、まさにそんな感じで、だからあかりさんの今のこう活動とかも、うん、あのフェイスブックとかそういうのではね、みんな知るっていう感じですけれどもね、なんかあの当時今の未来のことが予想できたのかっていうと、2人ともあまりに違うところに行っちゃった、うん、ね、本当だね、うん、分かんなかったね、分かんなかった、うん、でもその時にジャンベヒーリングをネオスタさんがあのやるので、あかりさんのサロンで来てくださいっていうことで、多分私あの受けさせていただいて、うん、ドーってやっぱ泣いて、そのまさにその自分とつながった感覚がすごくあったので、あこれかって、知らなかったから、そういうのをもう知らなかったので、あ自分とつながるってこういう感覚なんだって言った時に、なんかもういいお母さんやめますみたいな感じでそれで家出したんですよ、3ヶ月ぐらい多分、あの仮吉報、ね、って言って、うん、もう家には母もいます子供もいます絶対に出れませんって言っていたのに、仮吉報一人で引っ越して、うん、3ヶ月一人の時間ってこんなにいいんかって言って、うんね、だからもうあのジャンベヒーリングやってなかった、私の仮吉報はなかったってそうだった、自分のために、ね、そう自分のためにお金を使っていいとか、うん、時間を使っていいってなかなか思いづらい、子どものためには買える、母のためには買える、うん、けど自分だけのためには罪悪感みたいな感じだったので、うん、本当になんかジャンベヒーリングなかったら今の私ないですよ、もう
わ、嬉しいね。嬉しいです。今初めて来ましたね。うんうん、この日はね。そう、素晴らしいですね。そうですよね。だったんですね。そう、だからね、あかりさんのところではもういっぱいいろんなセミナーね、受けさせていただいていたと思います。うん、でそのあかりさんがまさかそのね、ネオサさんと一緒に今度活動しだすようになるなんてっていうぐらい。そうですよ。ね、これはどう、ね、どう、だって広島ですもんね、ネオサさんが。そうなんですよ。住んでらっしゃるのが。と広島通ってましたからね。そうですか、岐阜から。うん、はい、うん、毎週、イベントのために、はい。もう大変でしたね。それは なんでっていうか、その、それがこう始まっちゃったというか、きっかけなんかがあったんですか？まあ、ずっと主催やってたじゃないですか、岐阜で私が。で、そこから、まあ、最初はね、ネオさんが一人で、まあ、ジャンプヒーをやってたのが、うん、まあ、私がいろいろ、まあ、超能であったりとか、まあ、それ以外のこともやってたりっていうのがあって、うん、まあ、お互い、こう、いいとこ取りで、こう、やると、まあ、もっといい施術効果が出るんじゃないかっていうことが、まあ、そもそものきっかけで、そう。そこから、まあ、二人でこう、やるっていう、まあ、そうですね。岐阜以外の会場でもやりましょうっていう話になって、うん、いろいろと点々とこう西日本中心にセッションにの旅に出ることになり、はい、そこからですよね。そうですね。はい、はい、どこまで話していいのかって感じですけどね。でもなんかこれつながるサロンでね、つながるきっかけ、はい、うん、そのちょっと不思議なつながりのきっかけ的な話もした方が盛り上がるっていうか、私もそうだわっていうふうにね、うん、っておられる方も。だって普通はありえないでしょっていう、なんかこう、なんていうのかな、そんななんか、この人と一緒にやろうっていうね、そのコラボとかでも、うん、女の人同士とか男の人同士とかってあるじゃないですか。うんうん、でも、なんかね、その当時はニューさんだったんですけど、まあ、今はネオスタさんですけれども、うん、近い人とだったらなんかやりやすいとかあるんだけども、そうでもなく、そしてしかも歌ったり踊ったりなんてしたことないあかりさんがですね、だん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 こうやっていく。本当にね。そう。本当に。本当に。もう本当になんか、うん、変わっていくわけですよね。もう太鼓叩いたりとか、うん、そして宇宙語で話し出すようになって。そう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 。そう。うん、そうだから本当にその、最初からそれが見えてたわけじゃないですよね。出会った時っていうのはどうだったんですか？なんか。まあ、どこから話したらいいかなってとこなんですけど。させていただいてるのすればいいんじゃないの？うんうん。ぜひぜひ教えてください。そうですね。まあ、宇宙が好きじゃないですか、うん、宇宙人好きじゃないですか、うん、で私がネオさんと、まあ、Facebook であることがきっかけでつながってね、うん、で、まあ、妖精とかね、うん、呼んだりとかするわけですよ、うん、でこれは一体どうなってるんだろうっていうことで、私がすごいその不思議な世界はあるのは分かってるけど、なんかなんでこう妖精を、ね、自分の周りに呼び出したりとかできるのかっていうのをすごくなんか興味があって、うん、なんかこうそこからそのメッセンジャーのやり取りで私に対する宇宙の教育が始まったんですよ。でそれで毎日ずっと聞いてる中で、まあ、いろんな教育を受ける中で、なんかだんだんその自分の思考もこうどんどん変わっていくわけですよ。なんかビームを送ってたと思いますよ、きっとね。うん、でいろいろそういう覚醒するためのツールを持ってるんですよ、うん、ネオさんって。うん、でそのツールでなんかこうね、トレーニングとかしながらね、どんどん自分が変わっていったんですけど、である時、まあそれこっちがね、受け取るばっかりじゃ申し訳ないから、私がまあ、やってる遠隔整体とかね、うん、そういうのをちょっとやらせてくださいっていうことで。うん、やらせてもらって、その時に、やってる時にね、なんか、胸椎の7番、8番あたりからね、骨がね、向こうに、前の方にずれてたんですよ。で、うん、なんでこの骨ずれてるんだろうと思って、ちょっと元に戻そうと思って、クッと戻した瞬間、パーってね、真っ赤な、これぐらいのような羽が出てきたんですよ。なんじゃこれはっていうことで、ネオさんに話したら、やっぱりって言うんですよ。で、そのやっぱりから話してください。そのやっぱり、このいわゆるトリピージャンベヒーリングっていうのはね、なんか不思議なヒーリングをやってるんですよね。ジャンベの音とか、その他そのフェニックスウォーターとか不思議な水を使ってね。で、そのこの声が、ちょっともうちょっと聞こえますかね。はい、ミュートになってる。ネオスタさんはミュートでいいんですかね。はい、いいです。はい、はい。こんな感じですかね。はい。
はい、でね、このトリニティ・ジャンベヒールの始めるまでのね、流れなんですけど、まあ、ネオサさん自体がね、まあ、最初はね、堅気なサラリーマンだったわけですね。で、23で初婚で結婚して、で、26で家を建てたんですね。周りからすればすごいやつだと。うん。まあ、相当苦労して建てたんだろうなと。26で家を持つっていうのはね。でところが、家を建てた瞬間に、あ、自分はここでずっと一生住むのは違うなと。これは違う。家は建ててみたけど、ここでずっと一生暮らすわけじゃないなと。これは早くこの家を売ってどうにかしなきゃいけないなと。っていうようなね、感覚になったんですね。でもその時には、奥さんもいて、子供も二人もいるんです。そんな状態です。うん、で、まあ、会社生活を送りながら、まあ、そうは言いながら、まあ、そんな、こう、まあ、いわゆる不思議な、当時の奥さんが、初婚の奥さんが、霊道が開いてしまいました。ね、チャネラになっちゃったんですね。で、これ、後々分かってくることなんですけど、で、まだ、当時はインターネットとかない時代でね、うん。で、あっても、その、パソコン通信とかいうものですか、こう、ね、ファックスみたいにじじじって、こう、モデムをつけてね、こう、なんかワープロ通信するようなやり方だったんですね。で、まあ、奥さんにそういうチャネル現象が起きたんで、普通だったらまあ、病院気なんですよね、一般的には。でも、これは何か人間の新しい能力の目覚めだろう、と思ってて、調べるのに、まあ、本屋行っても、そのいう、当時はね、精神世界、まあ、スピリチュアルとかないんですよ。そうじゃね、精神世界とかその一個手前がもうまだ宗教とかね、そんな感じのものしかないんですよ。うん、でそれで結局、パソコン通信で調べてったら、そのパソコン通信の中に未知の世界とかね、なんかニフティサブとか中にそういうふうな、こう、見えない世界を研究するような会議室があってですね。うん、でそこへ入るようになって、そこでいろいろ勉強するようになって、で、まあ、元奥さんに起きたそのチャネリング現象、メッセージなんかそこで流すようになり、うんで、そういうことがあって、ある京都のね、はい、京都の、すごい、まあ、チャネラーさんと出会うようになるんですけど、で、そういうところがどん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 、その、宇宙人系だとか、そういうところとのつながりがどん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 ね、濃くなり、ね、うん。で、まあ、その中からいろんなこう知識を得て、結局、あかりさんのね、ジャンベヒリングやるときに、その、まあ、これ始まる最初が、鞍馬、京都の鞍馬寺。鞍馬寺に行ったときに、その、以前ちょっとある方から言われてて、あなたは、それぞれの人に必要な光を、音で下ろすようになります。みたいなこと言われたんですね。で、京都の鞍馬寺行ったら、こう光が体にゾーンと入ってきたんですよ。私倒れたんですよ、ね。で、その晩から、その晩ね、一旦広島帰って、寝ていたら、もうそれはね、もう一回離婚して、アパート移ってる時ね、一人でね、暮らしてる時にね、ドアの向こうから大きな羽を羽ばたく鳥が、パッタパッタと飛んできまして、うん、でここの、こっち側の左肩にパッとこう止まったんですよ、うんうん。で、言葉は語らないんだけど、テレパシーで語ってくるんですね。うん、で、あなたを手伝いに来ましたっていうんですよ。それがきっかけ、大きな翼。だから、その鳥と一体化しちゃってるんですね、その時にね、うんうん。その鳥が、いわゆるその、後々出てくるその、太陽神の天空のホルスっていうね、はい。はやぶさなんですね。で、その、入ってきてるっていう、こう、記憶があったので、あかりさんから、施術でね、羽を出したよというか、ああ、出てきたんだと思って、これ、中に入ったのがね、うんうん、っていうところと今、その話が繋がるわけですね。はい。長かったですけどね。いや、でも私もね、ホルスの道っていうのを、こう、ずっと歩んでたんですよ、5年ぐらい、その後。腸の生態終わった後ですね。だからなんかやっぱりホルスつながりというか、そういうのはすごい興味があったし、その中でね、ま、学んだのは、私たちもともと翼があったんだけれども、それまあ尾低骨みたいな感じで使えていないっていうことで、エネルギーの体ってむちゃくちゃあるんですよね。角があったりとかね、羽があったりとかって、それをまあ実際この肉体の中には今見えないようなね形になってるけれども、あ、じゃあもうそれが実際に開いているっていう、うん、すごい、まあ、他にもいろいろあるんですよね、共通したことが。不思議な話がいっぱいいっぱいあってね、うん、これ言ってるだけでこの時間が終わってしまうんで、そうそう、またね、おいおい本当ですね。なんかもう、はい、多分そうやってなんか魂のつながりじゃないけど、どこか目に見えないところのつながりで、あ、この人は何かあるっていうのは直感的にね、うん、こう自分とつながっている人はきっとご縁がある方と何らかん
で本当に会うようにできてるんですよね、ある意味ね、はあ、すごいなあ、いや面白い、ね、なので、まあ、あのこうやって本当に何年かぶりぐらいにもうずっと一緒には活動していなかったんですけれども、まあ、去年ぐらいちょっと広島にあの行くことがあって、まあ、せっかく広島に行くんだったら、ちょっと一緒に、平和記念公園行こうかみたいな感じになって、平和記念公園行ったら、まあ、その午後からの、ね、お話し会、トーマの謎解きのトーマさんが来ていらして、でそこで一緒にこう参拝というか、そこでお祈りとかしていたら、そのままどうですかっていうような感じでお話し会来ませんかになり、まあ、ですよね、そうなんです、それであ楽器積んでますよっていうことになり、じゃ あの楽器やっていただけませんかというふうになり、そしてその夜私が歌うのでライブ来ませんかとなりっていう感じのところからまたね、このお付き合いが復活して、でまた今年は私一人で今度広島でね、なんかライブをすることにもなったので、広島で何をやるのかな、わからないなとは思いながら、でもなんかいつかきっと一緒に何かやろうねっていうふうにずっと私、なんかあかりさんにも言ってた気がするし、あかりさんとネオさんがその前広島で歌った晩に、なんかね、歌い続けてねっていうことをお二人が言ってくださって、うん、多分きっと歌うことに意味があるからって、私じゃないとね、なんかできないこともきっとあるだろうからっていうふうにこう力づけてくださったこともあったので、広島行くならもうね、ぜひ私も見ていただきたいなという思いで、この間ね久しぶりにお話しして、11月の25日にね一緒にライブしましょうっていうふうになったんですけれども、そんなところから結局なんかやっぱり自分がありのままの本当の自分らしさとか、自分がこんぜでこんなことやりたかったんだよなっていうようなことがこうね思い出せると、一人だけでなんかやるっていうよりも、なんか誰かと一緒にやることによって、さっきのネオサさんとあかりさんじゃないけど、お互いが出し合っていいものになっていくっていう世界をもう知っている私たちだから、これなんか私たちだけでやるのもったいないなっていう話に多分なって、で今回のね1年間限定のちょっとサロンをねやってみようかっていう話がこう出てきたので、ネオスタさんそのあたりをぜひ教えていただければと思うのですが、うん、まあ、ここでねこういうサロンをやっていこうと、でこう今ねこう IT の流れでね、こういろいろこうネットがお盛んになってきまして、で今までねこうやっぱネット社会と言いながら、皆さんがそれぞれこうクローズな世界でね、では、まあ、盛り上がってきて、小グループいっぱいいっぱいできてね。で、ある程度、今、成熟期に入ったんですね。今、こう、特にこう、コロナ禍になってきて、で余計その、こう、なんていうんですか、こう、クローズな世界で、あんまり人とはリアルに会わずに、ネットの世界で、クローズでこう、盛り上がっていくっていう、まあ、時期が多分、この3、4年あったんだと思うんです。で、ところが、どうも、その世界が、もう頭打ちになってると。うん。で、こう先行き、まあ、経済的な不安とかいろんなね、この世の中どうなっていくんだろうかとかいう不安がありつつ、でもそれをこう、パーッとオープンでやり合うようなこう場もなく、そしてね、やっぱクローズでいろんなこう活動家の方がね、チームでやっておられるんですよね。うん。だからやっぱもう成熟期がこう、いよいよこうね、行くところまで来て、なんか限界を感じるような感じするんですね。でどうせだったらそういう垣根を取ってしまって、もうオープンに全部つながっちゃえばいいんじゃないですかねっていうふうにね、まあ、あかりさんともしかさんともそういう、こう、話になってきたわけですね。でも、まあ、今までのそのクローズでなんでこう、チーム別にやってるかって言ったら、やっぱそれぞれの威厳があったり、プライドがあったり、ルールがあったり、そういうのがあって、なかなか一緒に なれないですね。結局今のその戦争が起きている原理ですよね。なんかこう、確執があって、他のグループとは交われないよと。うん。じゃあ、このまま地球が進んでいったらどうなるかと、やっぱこうね、いつまでも対立が進んで、平和な調和な世の中って来ないんで、いや、ここは一つルールを作って、もう相手を認める。もうとにかく否定しないと。ね。で、そのような空気の場を作って、つながっていきましょう。つながるのはいいんだけど、相手を否定しない。っていう、なんかこう、ゴールデンルールみたいなのを作ってね。それをやることによって、みんなが気軽に、横のつながりがどん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 できていくと。
うん、でね、多分今さん、今の世の中こう、経済的な、ね、不安もすごくあると思うんですよ。で、お金ね、お金っていうのはどうやったら増えていくかって言ったら、やっぱり人と人のつながり、これが活性化するとお金も回るんですね。お金もエネルギーなんで、お金イコール人の流れなんですね。人が集まるところにやっぱお金って集まるんですよ。ということは、その今までのクローズな世界でこう固まっていたら、もう必然的に収入が落ちていくっていうかね、うん、停滞するので、ご商売の方もね。で、ここで、その、つながるルールね、相手を否定しないっていうところで、みんなとみんなが、クローズの世界からオープンな世界になってって、ね、人脈、どん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 ね、広げていかれてね。で、そこでまた新しい発見をしていく。で、あと、まあね、その、共同創造っていう言葉を最近よく言われますけど、創造の一番簡単な方法は何かって言ったら、まず A というものがあります。まあ、これはクローズでやってました。ね。で、こっちに B というものがある。これはクローズでやってました。で、創造っていうのは新しいものを生み出すんですけど、A と B を組み合わせるだけでいいんです。組み合わせることによって新しいものと生まれるんですね。すごい簡単なんですよ。全く新しいものを考えるんではなく、A というものと B というものをつなげるだけで、その大きな丸が新しい創造を生み、新しい、まあ、ビジネスとか商品とかアイデアになるんですよね。で、それがまたその、世の中に価値のあるものとなってね。うん。別にまたそれが、ビジネスにつながるとかね。で、そうなってくるんで、とうとうやっぱ時代がね、個々でやっていったことが今度は全につながっていく。うん、で、よく言われるのは、その今までのこう土の時代って言われてるね。まあ昭和とかね。まあもう頑張って頑張って、とにかく頑張って働いて、でね、汗水垂らして頑張って働いて、ね、こう、収入を得てね、財をこう築くみたいな世界だったと思うんです。で、ところが、この、どうもこのコロナ禍が済んだこの時期から、風の時代というね、いろんな星座ともね、水座の時代とも言うんです、そうですけど、軽いんですよね。空気感が軽く、ふわふわと繋がって、ふわふわと置かれてって、そのぐらいな感じ。そんなこの執着を持たずに、人と人が繋がって、あ、これいいわね、たら、ふわーっとそうね、うん、そこに対して共同創造していくっていうことですね。で、あとね、この繋がるサロンの、裏の話としてね、一つね、今までのこの、土の時代から風の時代に切り替わる話としてね、家族というグループ、これのね、縛りがどうも今までは強かったんですね。家族の縛りがね。で、それで、まあ、子供たちが自由にこう、なれない、自由に発揮できないっていうのがあると。ですから反対にこういうつながるサロンで同じ、思いがある、志の人が集まっていくと。で、だんだんその家族色が薄くなりますよね。で、これある方がね、宇宙文明っていうとこから転生されてきた方がいらっしゃって、地球の未来のような宇宙なんですね。で、将来、家族ってどうなるんですかって聞いたら、いや、家族という構成はなくなりますって言うんですよ。それがなくなっちゃって、いわゆるその同じ志の仲間が一緒に暮らしていくようになりますよ。子供さえ、こう3歳ぐらいになったらもう親から離れて、子供ばっかがいるような、こうね、施設というか学校で学んでって、そこで同じ趣味、同じ志を持ったものがまた固まってって、それで暮らしていく。これが、まあ、家族、いわゆるニューファミリーなんですよね。うん、地球の未来っていうのはニューファミリー。そういうふうに、志を一つにした人たちの家族グループに、こう、再編成されるんですね。で、それもやっぱりこう、つながる、新しいつながりを、こうやっていく、何かのきっかけになるサロンになれば。いいかなということでね。はい。あかりさんとね、しかさんと話をしてね。はい。この日は、サロンの発起人の一人とですね。はい。やらさせていただいております。ね、本当にありがとうございます。もうそういうコミュニティね、地球の中にも、あったりします。で、多分シェアハウスなんかもそうですよね。同じ音楽好きな人たちがとかっていう風にして、なんか家族の方が喧嘩するのに、同じ志の人とかは仲が良くてっていうのがあるし、まあ何もなくて社会に出てしまったらもう怖いってなるけれども、このサロンの中であれば、ある意味すごくもう優しい仲間で安心していて、そしてまあ自分のことが受け入れられるっていうものがここにあるって、一度こうね自信がつけば、この後も1年間の限定サロンなんですけれども、1年間この中で皆さんと一緒にこう学びながらね成長していった後、もう1年後にはもう外に出てもね
リーダーシップを発揮して、もう世の中で皆さんがそれぞれ旅立っていただけたらというようなところがあるので、まあ、このサロンの中でのルールは一つ、相手がやっていることを否定しないということで、それぞれにみんな正しい、いいと思ってやっていることがあるけれども、それについてはそうだよねということで、お互いがまあ認め合って、その中でさっきのね、それぞれが一緒になった時にもうどんなことが始まるのっていうところをもうぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思っています。なので、まあ、概要欄とかね、YouTube の方には貼っておきますし、まあ、Facebook の方は、まあ、コメント欄の方に貼っておいたりしますので、オンラインサロン無料ですのでどんな方でもまあ入っていただけます。まあ、ご紹介者をね書いていただいて、まあ、今日のこのライブを見たので一緒に入りたいですっていうような方がいらしたら、まあ、ぜひ入っていただいて、そしてまず一番最初はもうどのような方なのか私たちも知りたいですし、もう入っている仲間もみんなのこと知りたいと思いますので、ぜひ自己紹介からやっていただけたらというふうに思っています、ね。まあ、今ネオサさんがコメントとかもねしてくださっていますけれども、これがねなかなか難しい第一関門かなっていうふうに思うんですよね。自分のことを発信する、自分のことを自己紹介する、もうそれですらね難しい。いいねボタンを押す、それも難しい。コメントする、あなんて言われるかしらとか、なんて見られるかしら。やっぱりね、誰かとつながるっていうことはなんかこう恐怖というかね、一番最初のその自分軸になるのもまあ目的なのであれなんで、このね今回の中では練習の一つなんですけど、人のところに軸があると人にどう見られるかしらっていうのが頭の中にね声としてあるので、こんなこと書いたらなんか思われるんじゃないかしらと思ってね、皆さんタッチが止まってしまうかなとは思うので、まあ、そこをねまずは第一関門クリアしていただけたらというふうに思ったりしています。もうすでにね、つながるサロンの方はね、こう Facebook の方のグループのね、195人、今日見ましたら195人の方がね、入ってくださっています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。今ね、つながる自己紹介というコーナーを作っておりますので、もうここに簡単にね、まあ、各皆さん一言ずつでいいのでね、何々県の誰ででございます、こんなことしてますぐらいのことでいいので、はい。しっかりコメント入れていただいて、それに皆様がいいねってね反応してあげる、皆さんのコメントをさらに他の方がコメント欄にいいねをしていくっていうの、うん、そうやってつながっていきましょう。まずはそうやってつながっていきましょう。つながるの、ね、縁を結ぶ練習をね、うん、していきましょうね。そうなんですよ。本当にその後どういうふうにつながっていくか分からない。最初ね、私なんかでもあかりさんとつながる前の段階で Facebook で共通のお友達がいたみたいで、その方がなんか上げている記事とかをあかりさんも見ていてっていうふうで、なんかねそこからのつながりがっていうのが後々こう発覚したりとかっていうのがあるので、どこかでやっぱり自分と似たようなものを持っているとか、なんか未来のねところでご縁がある方とは本当になんかもしかしたらすごい深い関係にこう、ね、なっていくかもしれないので、同志としてなんか活動していくときにもうなんか心強いというかね、なんかそういう方たちがパッとこう投稿しただけでもいらっしゃるかもしれないし、いいねのボタンとかもこちら押す側はちょっと怖いなと思うかもしれないけど、押された側はすごい嬉しいですよね。うん、もうコメントにしてもすごく嬉しいし、やっぱりこれだけ SNS が発達している時代っていうのは、みんなどこかで承認欲求じゃないけれども、ね、まあ、誰かがなんか自分の存在っていうようなものを認めてくれる、称えてくれるっていう、もともと私もそのネオサさんもあかりさんもみんな持っている共通の認識として、まあ、人類スメラ化計画というか、私たちみんなスメラなんだっていうねそういう大元なんですっていう、その大きな存在なんだって、その御霊がちゃんとそれぞれの中にあるとした時に、私なんてみたいな、そんなことはないんですよと、本当に素晴らしい魂をもう一人一人が持っているっていうことなので、こう相手をこうなんていうのかな、褒めたたえるというか、素晴らしいわねっていうこと、イコール自分、私はあなた、あなたは私という世界が理想的な世界においては、なんか自分のこと自慢するっていうのは普通嫌だねっていうふうに思われるかもしれないけど、全然そんな世界ではないというか、自分のこと伝えるっていうことはそれはもうね本当に相手のことを敬うのも自分のことと敬うもの同じことなので、自分をすごく大事にして、自己卑下とか自己否定とかっていう今までの本当にこの社会の中で培われた赤をこのサロンの中でね、なんかちょっと
落としていただきたいなと思うんですよね。優しさと愛あふれる中でだったら勇気を持ってできるかなというふうに感じたりしています。うん、どうですかあかりさん。ね、三好さん何かございますでしょうか。はい、そうですね、このつながるねっていうところで、今ねこう新しい人とのつながりっていうのは恥ずかしいとかね、うん、あどうしようこれ書いたりいいねをするの勇気がないわっていうね、そういうこう昇進側の話もありますし、あとねすでに、クローズの、活動されてるリーダー側的な目線から見たら、まあ、俺がとにかく一番なんだ、で他の活動家のやつなんか知らないよみたいなね、二の次三の次っていう、まあ、これやっぱね土の時代なんですね。でこれからやっぱね風の時代水亀の時代っていうのはこう、まあ、まさしくねフラットにつながる、ここが上手なところだと思います。昔のその戦国時代でございますよね、殿様がねこう国の取り合いをして戦争するわけです。でも戦争しても結局何戦をしても何もいいものが残らないんで、そこで彼らが取った作戦は結婚させて、あのねそこの殿様同士ので家族にさせるんですね、うんうん、でそれでじゃあもう戦争戦をやめようと、もう家族なんだから殺し合っちゃいけないじゃないいう考えです。だからそこはすごくいいんですよ、うん、はい、だからそこには多分ねプライドを捨ててるんですね、うん、俺が天下一番の殿様なんだって言ったらそういうことはできないじゃないですか、うん、だからこうつながるっていうことは自分のプライドとか自尊心とかもうそういうものをフラットにしちゃって、じゃあ皆さん仲良く一緒にやりましょうよという、ね、フラットにやりましょうよっていうところもね、もう一つのその、昇進者っていう以外に今度はあの自尊心の強い人、プライドのある人うん、追っては大変かもしれないけど、そうやってつながっていかないと多分これからのね時代をみんなが楽しくハッピーに生き抜くためにはね、まあ、会社でもそうです、いろんなことがあったんだけどやっぱ合併してこう大きくなっていかないと生き残っていけないっていう世界があるじゃないですか。これもね人も一緒だと思うんです。で各今までクローズでやってきた活動家さんの方もどんどんとつながっていいものといいものを組み合わせて新しい共同創造をしてね、そしてまたたくさんのお客さんを呼んで、ね、収入を得るっていうね、まあそういうところへのこうベースにもなっていただければなと思っております。うん、はい、はい、本当ですね。なので、まあ、日本円って言われるようにね、円とその丸いっていうことで、先ほど言ったように1個と1個が丸になってもう一つ大きくなるって、これ今のあのどうする家康の一番最初に出てくるマークなんですよね。なのでこうつながってつながって丸くなってっていう風にして、そして日本は国づくりが始まっていったんだっていうね、最初のあのこの9つのそのあの当主がいて、で九頭竜っていうのがあって、でそれをこう隠すために戸隠っていう風になったように、日本の国づくりがもう和をもって尊しとなすっていうような感じでやってきていますのでね、ぜひこのつながるサロンの中においては、まああの皆さんがあの活動していく中において、素晴らしい、本当に一人一人があのもうオンリーワンなんだっていうことで、ナンバーワンでっていう風でね、それぞれがこうやっていって孤立する時代から、まあ、横の人たちとのこうつながりっていうことも楽しみながらやっていただけたらなという風に思っております。はい、急遽なライブでしたけれども、はい、なんか続けていけたらいいですね。一月に1回とか2回とかね、なんかあのいろいろとこういうお話聞きたいですっていうようなものがあれば、またお話をさせていただきたいなという風にも思っております。何かそういうコーナー作った方がいいですか？ね、なんかコーナーとかがあってもいいかもしれないですね。あのテーマごとの方がお話ししやすいとかって。テーマね。一つテーマとしてね、ご提案させていただいているのがね、まあ、人間関係の一番最初の基本で、私たちがこう赤ちゃんで生まれた時の一番最初につながっている人ってお母さんですよね。こことの人間関係っていうのもすごい研究テーマであってね、はい、でその親子間で揉めてる人がいたりとかね、結構話聞きますけどね、うん、あります。そういうまず一番最初の人間関係のつながるところでね、うんうん、母親との関係性みたいなところがこういろいろ研究テーマでね、こう皆さんと話をしながら問題出しながら、あでもこうよね、ああよねっていうことで話ができたらいいなと思いますんでね、うんうん、なんか次回のこうライブ配信の方はね、はい、ぜひ、まあ、母さん母親との関係性ね、とつながるみたいな、うんうんうん、
なと思いますね。そうですね。このつながるサロンの中では、自分が本当にありのままにつながっていくために、たくさんのブロックであったりとかね、いらない信念なんかがあると思うので、まあ、そういうのに気づけるような配信をしていきます。まあ、その一つが次回は。では、自分と母親っていうね、このもう本当にこの左脳はね、おかんですからね、左脳がね、全部こう過去のデータとかなんかでね、引き算と割り算しかしないわけですよ。夢を語ろうとするとね、そんなのあなた無理よみたいな感じでね、小さい頃のそういうのが襲ってきますけど、もう皆さんはこの年齢で、そして新しい風の時代に入っていますので、軽々とそこからね、抜け出ていくような、そんな情報をお伝えしていきたいというふうに思っております。ではまた、楽しみにしてください。はい、またつながるサロンの方のね、入り方とかはわからないという方は、それぞれまたお問い合わせいただければというふうに思います。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ配信の方もね、ストップさせていただきます。